えー、こんにちは。即歌塾の久保です。まあ、人は誰かと関わって生きていくわけですけども、その中で、まあ、頼み事をするってことあると思うんですよね。交渉と言ってもいいかもしれません。でも、その交渉や頼み事っていうのは、100%叶えられるわけではないですよね。まあ、あもう一歩言うとですね、大体いい交渉事とか頼み事って断られるわけなんですよ。じゃあ、そっからなんですよね。進化が問われるのは。なんで断られたのかな なんで交渉がうまくいかなくなったのかなっていうことを考えていくと必ずそこには原因があるんですよ例えば交渉相手との人間関係がそこまでね高い信頼関係結べていなかったじゃあ深い信頼関係を結ぶために何をすればいいのかなっていうことを考えていったりするんですよね昔ね日本型の営業っていってこういうのがありましたあというのが新しい取引先を作るために、まあ、A っていう会社に訪問するとしますよね そして A っていう会社の担当者にお会いしていろんな商品のプレゼンをしたりとかして契約をお願いするわけですけども断られる例があるんですよねでこっからが日本型の営業の出番なんですよ信頼関係を作るために何をするか接待なんですよねお酒の席を設けてそこにですねひとときの安らぎの空間を与えて一緒に楽しい思いをするそして取引先の A 社っていうところを温かくもてなすそういうふうなサービスを見せることによって いや、あんたに言われたら断れなくなってきちゃったよ、みたいな感じでね。まず、人間対人間の担当者同士の信頼関係を結ぶことによって、契約の内容を考えてもらいやすくするというのがあります。私は麻雀が好きなんですけども、サラリーマン時代ね、麻雀をよくすることがありました。麻雀仲間って一定の信頼関係ができるんですよね。こういった趣味で繋がることから仕事に繋がることも結構あるんですよ。趣味で楽しんで気が合うよね、と。 もうう一飲みに行こうか。その中で「今度ね新しいプロジェクトがあるんだけどもちょっと話聞いてもらえますか?」って言ったら「いや当たり前だよ聞くよ」なんなら俺の裁量でできるところまで通していくよ」みたいな感じでねじゃあどういったものだったら会社を解き伏せることができるのかってことをその取引先の趣味相手も考えてくれるんですよ。でじゃあこういったプレゼン資料でこういった契約内容だったら会社の方に、まあ、プッシュしてくれるって言ったら「いいよ」って言ったら「明日じゃあ会社の方でうちの上司とね三社で話し合うから。 あちょっとやっていこうよって感じで信頼関係を結ぶことによって自分の交渉が通りやすくなるってことはあるんですよねあとこういうのもあります親族とか友人関係、えー、まあ家族こういった非常に密な関係がもともとある人に何らかのね商売なり交渉事なりトラブルの解決を持ちかけた時って解決しやすいんですよねあのー、一部の強い利権を持った方もこの人間関係をよく使うんですよ 例えばあなんとか財務大臣のね息がかかった企業には便宜を図るみたいなことがありますでもなんとか財務大臣の全く預かり知らない中小企業には全く見向きもしてくれないってことがあるんですよこれ逆の立場で考えるとあり得ることだなと思うんですよ私がある一定の権力を持つとしてね例えば動画のやり取りを普段してくださっている方にはやっぱりね便宜を図ると思うんですよ 少なくともその人が何に困ってるかが分かるんで、自分に権力があった際に、そういえばこんなことで困ってる人がいるよねと。じゃあその人が困らないような何か方策を打っていこうかなっていうふうに気づくことができるんですよ。まあ、そういうふうに交渉事ってのは、いろんな角度から攻めることができて、ノーと言われてからが、本当にね、自分の交渉するスタートなんだなと思います。えっ、ー、と、以前私はね、あの、官邸にメールをして、 定給付金の第2弾を出すようにという、そんなムーブメントを起こしました。で、そこで私がやったのは官邸に見えるだけではないんですよ。各担当大臣、副大臣の事務所にもお電話をしたりとか、時にはね、各与党とか野党のお事務所の方にお伺いしたり、で、実際に政権与党の方を我が家に招いて、2時間の面談をして、どんなコメントが私の YouTube に寄せられてるかってことをね、聞いていただいて、それを 党本部の方に持ち帰りいただくということもしました。まあけど、この活動では不十分だったんですよね。原因はいくつかあります。私が YouTube のコメント欄の多くの方の声を届けたのと同時に、私は YouTuber として、その時大物でなくてはならなかったんですよ。残念ながらまだまだ小物なんで影響力がありません。私ごときに嫌われたからといって、政権与党の方は痛くもかゆくもないわけですよ。ですので私がね、例えばチャンネル登録、 500万人とかで私の動画を再生したら100万人とか200万人に常に見られてるっていう状態ならばね私のことは無視されずにきっと取り入れられたと思うんですよまず自分に対等に話せる力が備わってなかったのかなというところですよねああそしてですね、うん、人っていうのはいろんな考え方がありいろんな言葉を投げかけていきますどの言葉に 自分が思いを込めるのか、どの言葉を受け取り、どの言葉を無視するのか、それは自分の裁量に任されているんですよね。どんな重要な意見も、1意見なんですよ。100人から聞き取れば100通りの意見があります。ある会社の事務所に電話をします。たまたまその事務所にいた応対してくださった電話番の方が自分と気が合うのか、気が合わないのか、 これ、100回かけてみると分かりますけども、いつも同じ人が出るわけではありませんし、いつも同じ人であっても、いつも同じ気分で答えてくれるとは限りません。例えば、最初に電話をした時に冷たい対応をされても、また同じ人にね、電話をしました。7度目、8度目、10、20回になってくると、あ、またあなたですかになるわけですよね。そこには一定の信頼関係ができてるんですよ。まあ、ですんでね、話が通りやすくなってくるというのが、ザイオンツ効果です。 私は逮捕されて、ロ屋ヤにいたことがあるんですけども、刑事さんからの取り調べを受けるうちに、妙なね、連帯感が生まれてくるんですよ。で私から見ると、刑事さんは、自分のことをね、なんとか有罪にしようと、その現地を取りたいがために調書を取ってるんですよね。で、刑事さんから見ると、私は自分の罪を逃れようと、ああでもない、こうでもない、言い訳をしてる人間に見えると思うんですよ。まあ、この事件っていうのは、あ実際結果としては、 全くの誤解で私は無罪方面で終わったんですけどもでも取り調べが起きて2日目3日目ぐらいになってくると「よう」みたいな感じになってくるんですよねで刑事さんは、まあ「久保ちゃんさこれねどう考えても内定もしたんだけど君はねちょっと罪に問えるようなことしてるわけじゃないと思うんだただ誤解されてるだけではないかなっていうふうにぶっちゃけてくれるんですよで私もあ,あなるほどなとそこまで分かってるんだったら、まあ、全部が全部ね 私も無罪ですっていうつもりはないんだけども、どこにそういうふうに誤解を受ける原因があったのかぐらいは知っとこうかなってことで、話が進みやすくなってくるんですよね。で、長所の進み具合も、最初は私はサインしなかったんですけども、まあこういう文章だったらまあ納得できるなってことでサインを続けていってね、えー、結局は最終的にまあ無罪方面ということになったわけなんですけども、なんかね、連帯感って生まれてくるんですよね。それは人間関係だからあるんですよね。最初は、 もう胸くそ悪いムカつくみたいなね関係でもなんでそういう風になったのかお互い歩み寄って理解することによってあだからそういう風な気持ちになったんだねっていう風にねなんか分かり合える部分もあるのかなと思いますし分かり合えると信じなければ人間なんてねやってられないですよね敵は一生敵味方は一生味方そんな簡単に測れるもんではなくて昨日の味方は今日の敵そういうこともありますし 今日の敵は明日の友みたいなこともあります。人っていうのは変化し続けながら生きてるんでしょうね。その中で重要なのは自分が変化してるかどうかってことなんですよ。昔のしがらみにとられることなく、いちいちトラウマって言葉を呼び出して、自分が不自由な関係をもっともっと不自由にしようと一生懸命になるんではなくて、明日からの自分は今日までの自分とは違った人間で生きてみようかなって思えるかどうかですよね。まるで自分の人生を灰のように暮らしていく。 ある時は武田哲也さんみたいに。ある時は、うん、菅原文太さんのように。ある時は星野源さんのように。いろんな性格を使い倒して、自分というのは一体何者なんだろうなと。死ぬまでに自分という人間にたどり着けるだろうか。そう。イエス・キリストって方がいますよね。イエス・キリストは死後イエス・キリストになったという例があります。それはどういうことかっていうと、 今私たちはイエス・キリストがお亡くなりになってもう2000年ほど経つ世の中に住んでますその中に私たちが考えるイエス・キリスト像ってものがね色々いろいろあると思うんですよそうやってイエス・キリストっていうイメージが出来上がるんですけども実際にキリストがね生まれ変わって現代にポンと出てきた時にどう思うでしょうねなんか偉いみんな評価してくれてるけど俺そんな大した人間じゃないよって その言葉は俺が言ったんじゃなくて、隣の人が言ったのをイエス・キリストが言ったんだよっていうふうなことにされたの、みたいなね。<laughs> そんなことが起きるんじゃないですかね。思っても見ないような評価が世の中から自分に対して向けられてる。そんなことってのは人生生きてれば何度かあるもんですけどね。うん、皆さんそんなことありませんか。それでは本日は以上です。